ダッハウ強制収容所に付けられているバッジの表なち、強制収容所のバッジは、囚人がナチスの強制収容所に留置される理由を占領国に示すために用いられた布のバッジ。主に逆三角形をしており、囚人の上着や下着に縫い付けられた。これら強制的なバッジには示される色や形によって特別な意味があったのである。以下の説明は、ダッハウ強制収容所で、 戦争の初期の前と間に使用されるバッジコーディングシステムに基づく。その形はドイツでドライバーに警告を与える一般的な三角形の道路標識の類推で選ばれた。こうしてその三角形はその底辺が上に頂点が下にあったため逆三角形と呼ばれたのである。色の塗り分けに加えいくつかのグループは三角形の上に 出身国を示す文字の記章をつけた。例えば赤い三角形に B,F,H,I,N,P,S,T,U である。バッジの最も一般的な形は以下の通りである。バッジには様々な印があった。囚人は一般的に少なくとも二つ、普通六つ以上のバッジを所有していた。また一部の収容所では、 夜と霧の布告によって逮捕された囚人には大きな黄色い三角形を2枚付けさせた。ありがとうございます。